皆さん、こんにちは。わらしです。今回も、サムライメイデンの方を続きからやっていきたいと思います。今回やることはですね、とりあえず3人分 U コードが解放されたんで、その会話を聞く回かなと思います。ではやっていきます。まずイオちゃんからですね。はい、イオちゃん、少し時間をもらえるかな。つむぎお姉様、いつになく真剣な眼差しですね。つかイオちゃんと鋼さんと小耳ちゃんの衣装がバリ高いんですよね買いたいんだけどなかなか買えない実は加減進展流で得得していない技があるの。まだ得得していない技ですか。この技はかなり体を使う技なの。だから特訓相手も十分な体力が必要なの。体力ですか。ここで体力に自信があるのはイオちゃん。体力に自信があるイオちゃんにしかできないの。結構身軽そうだしね。なんかザ王道の忍びって感じ。今なんと、体力に自信があるイオちゃんにしかできないって言ったの。褒められたね。よかったね、イオちゃん。私にしかできない。もちろん手加減するけど、それなりに攻撃を受けてもらわないと特訓にはならない。イオちゃんたちの負担を減らすためにも強くなりたいの。まあ、新しい技をね、取得するためにね。お願いできるかな。そりゃもうね、紬様のお願いだからね。イオちゃんはもう喜んで、はい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 っていくよ。いつでもかかってきてください。体力には自信がありますから、手加減なしで大丈夫です。もうイオちゃんの頬真っ赤よ。いやいや、手加減しないともしものことがあったら困るし、イオちゃんありがとう。でした。手加減していただかなければ危ういところでした。紬相当強くなってんな。あんなに体を使う技があるとはね。改めて加減進展流の奥深さを知ったわ。撮った絵を見せてください。あ、そうだ、写真撮ってるんですよね。なんだか勇ましい感じのが撮れちゃった。真剣な眼差し、滴る汗、汚れた服、やっぱり戦う乙女は美しいです。イオちゃんの顔がエッチだ。美しいって照れちゃうな。はい、紬お姉様は美しいんです。100人いたら100人がそう答えます。イオちゃんも美しいけどな。いや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 、私はそこまで完璧じゃないってば。紬も JK のくせに結構大人っぽいよな。JK ってこんな大人っぽいの。はい、イオのチリボタンが解放されました。派生好きですね。お、え、なんかガトツミなるほどね。はい、じゃあ次はね、鋼さんのストーリーいきましょうか。はい、よいしょよいしょ。ん、刀研いでんのかな。いや、それぞれね、U コードがね、同じぐらいにみんなしてるんで。つむぎちゃん、何をしているのかしら。やっぱりバランスよくいきたいんでね。たくさんの戦いで刃こぼれが目立ってきちゃったから、イオちゃんに借りた砥石で研いでたの。つむぎちゃんは刀を研げるのね。うん、おじいちゃんが真剣を研いでいるのを子供の時から見ていたから、お手の物だよ。あ、すっかり忘れたわ。紬は剣術習ってんだっけこう見えて砥石にも詳しいんだ。砥石ね、色が違うだけでどれも同じ石に見えるけど、
大体の人はそうだよね。砥石は粒子の大きさによって粗と中と仕上げとの3種に分かれます。すげえな。ちなみにこれは仕上げとですね。わからん。勉強になるわ。非常にわからない。よいしょよいしょ。ふう、こんな感じかな。鋼さん、ちょっと見てもらえる？どう？見惚れてんのかな？この刃こぼれ一つなく見事な刃文が描かれているわ。さすが紬ちゃん、お見事よ。素晴らしい。やったー、鋼さんのお墨付きをもらっちゃった。ねえ、せっかくだから試し切りも兼ねて特訓でもしましょうよ。試し切り怖いな。特訓か、いいかもだね。もう慣れたな、つむぎもこの世界に。特訓終わり。切れ味が良くなると気持ちも引き締まる感じがするな。木々も綺麗に真っ二つになっていたわね。今度は私の包丁も研いでもらおうかしら。包丁料理でもすんの？鋼さんは料理もできるの？できるかできないかといえば、まあできそうだよね。できるかしらね。鋼さんの手料理食べてみたい。いや、どっちに転ぶかだよなこれ。自分は得意言うてもなんかとんでもない料理とか出しそうだけど。じゃあ今度ゆっくりと料理の話をしてあげるわね。あ、大丈夫そうかも。リュウマイ。空中で×。ほう。あ、空中攻撃時に二段ジャンプしてもう一回ジャンプして切るみたいな感じか。ダブル空中切りやね。おお、なるほどね。はい。あ、100まであんだね。オッケー。次、小耳ちゃんっすね。はい。弾き返しの構え。敵の隙を作る。小耳ちゃん、少し時間をもらえるかな。うん。つむぎ、いつになく真剣な眼差しではないか。小耳が一番好きなんす僕。ここに来てからいろいろな特訓をしてきたんだけど、もう少しやりごたえのある特訓もしてみたいと思って。ほう、その向上心は嫌いではないぞ。ありがとう。で、わらわにどうしてほしいのだ。なんか素振りとかすごい可愛いよな。あと耳がピョコピョコしてると。ピョコピョコって言いづらいな。陰陽師の力で何か新しい技を得得できないかなって思って。あーみたいな。じとめたまらんな。いきなり言われても無理だよね。小耳ちゃんはいい子だから大丈夫。こんな顔してるけどやってくれるさ。小耳ちゃんでもさすがにね。あげてくなー、つむぎ。ちょっと期待しちゃってんのかな。お主、誰に口を聞いておるのだ。あ、これは教えてくれそう。わらわは神獣の王たる玉物前の末裔、うん、大陰陽師と名高い大春日の小耳咲の早姫ぞ。大春日の小耳咲の早姫。大春日の忘れた。無理なことなどあろうものか。春日の早姫。今のお主に必要と思う技を得得する手伝いをしてやる。早く支度をしろ。あざす。はい、大陰陽師様、光栄であります。なんかカウンター攻撃みたいな感じやんな。一つ言っておくが、今のわらわに手加減という言葉はないからな、うん、あっちゃー、小耳ちゃんのプライドに触っちゃったかな。なんとかやり遂げた。
小耳ちゃん本気を出しすぎだよ。ふん、うん、その気にさせたのは紬、お主だろ。自業自得というものだ。はい。はい。疲労で甘いものが欲しくなったではないか。コンペイトを持ってきて正解だった。この仕草好き。小耳のこの仕草見て、このにっこりした顔たまらん。じゃあ私も食べようっと。たまらん。もうお主もコンペイトを持っておるとはな。モフモフのお耳と尻尾をした優しい方がこっそりポケットに忍ばせておいてくれたんだ。本人だよ。こんな場所にも世話焼きがいるものだな。まあ共にこうしてコンペイトを食べるのも良いものだが。良き。そうだよね。すっごく美味しくてとっても甘い。はい。敵の、あ、だよね。あ、違う、カウンターじゃない。弾き返しみたいな感じや。敵の攻撃に合わせてね、こういう感じやんね。あい、じゃあまあちょっと結構早く終わったな。有効度会話結構時間、こういうの有効度会話って結構長いかなと思ったんやけど、まあだいたい1人5分ぐらいだったような。体感5分ぐらいだったな。じゃあ今回はちょっと一旦ここで切ろうかな。うん、ちょうどいいし。ではまたね。お疲れ様でした。